先生今日よろしくお願いいたしますよろしくお願いします和食の基本である出汁の取り方を教えていただいて、はい、またその出汁を使ってお正月らしいしめをご紹介していただきます、はいはい、まずこの昆布ですねさっと表面を拭っていただいてそれから水と一緒に火にかけますで温度が上がってきてだいたい65度から70度ぐらいの温度帯ですねちょっとぬるい温度なんですけれどもそうすると非常にこう 昆布の旨まみがしっかりと出てきますので、その温度に達してから、えー、3、40分ゆっくり、えー、火にかけておきます。マグロの削り節からの40グラムという割合になってますね。はいはい、そうですね。全部こうして、はい、でどんどんこう沈んでいきますので、これはかき混ぜちゃいけないんです。ま、そうですね。静か。優しくで普通こう一般的に鰹節とかだと本当、えー、秒単位とか。 数分長くても数分ぐらいで焦してしまうんですけど、えー、マグロ節の場合はこのまま長く置いても酸味とか渋みが出ませんので二十分ですね、えー、置いておきます。今日はあの布巾を使っていただいてるんですが、本当はあのお店ではネルの布を使ってこすと浮かってます。これが氷庭、はいえー、のだし一番だしです。綺麗な色ですね。 えー、昆布も入れたままですね、えー、削り節と、えー、酒とみりんが入った状態で、えー、このまま沸騰させますでどうしてもアルコール分が最初残ってますので、えー、このまま15分ほど火にかけておいて、えー、ここでもアクがまた出てきますのでこのアクも途中取りながら15分ほど煮出しますそうすると アルコール分も抜けて旨味もしっかり抽出した状態で、えー、発泡だしが引けます家庭用のカツオを使った発泡だしでちょっと色が、えー、はいこっちですねこちらの方がなんとなく色が濃くてしっかりしてますこれがぐらぐら揺れてしまうとひび割れてしまって、えー、せっかく きれいに剥いたお芋さんの形が崩れてしまいますので、えー、みんながこうつが楽しそうにこう揺れてるような感じですね。そういう感じで炊いてもらうとすごくいいと思います。先ほどのお芋さんよりも少し色がついてるんですけども、それはあの小口醤油も少し入ってますので、えー、まあ、非常にこう人参自体が味のしっかりしたもんですので、それに負けない味をつけてるという感じですね。 追いガつをもう少しプラスアルファでお出汁をたっぷりめにして炊いてくださいで全体にしっかりとエビの色が変わってきて、えー、ちょっとこうエビをこうグッと押してあげるんですねで跳ね返り弾力性がしっかりと出てきたら大体火が通ってる。 コロナののエビの尻尾ですねこのままよりも少し化粧してあげるっていうんですけどこうして少し切ってあげますこのギザギザの部分ですね切り添えてあげると非常にこう見栄えがよくなります。赤が綺麗ですねいですので隙間があると切った時に外れたりとかですね、えー、バラバラになったり。 しますので、こうして巻いた状態で、こう竹皮が非常にまこういったもの便利ですね。でこれを当てて、このえ頭の方ですね、ばらけないようにこうして、でこれはあの暖かいと切れないので、必ずしっかりと冷ましてから。 切ってあげてください。非常にこう動きがあって面白いですね。こういったものもはい。こうして食材を見たときに、だいたあの大きいもの、大になるものっていうのを考えるんですね。そうすると、もう断然こうつるごいものの方が存在感が大きいので、これをこう天に持ってきます。まちょっとこういった素材っていうのはあの隙間を埋めるようなこともできますので、ちょっと空間にこう 場所が空いたりした時はですね、えー、そこに置いてもらうといいですし白と赤があると本当にきれいに立ちますね一つ一つ丁寧にしていただくと毎日の料理が変わってきますので是非、えー、今回のだしを丁寧に引いていただいてお料理参考にしていただきたいと思います。今日はありがとうございました。